タピオカのね甘い香りがしていてすごく幸せな80円という感じでやっておりますけど、私は普段からタピオカマニアなので午前午後と分けて持ち歩いております。中でも一人きりでも生きていけるんだ、数の問題じゃない、信じていれば強くなれる、何が正しい、空の完成得なんかされたくはないし、自分は自分。今日はあるメンバーと声がガラガラ、あるところへ行くんだ。また言うね。いつもの青よりもっと深い、お知らせがあります。はい、この度2人チームあてがんですけど、はい、実際に出演させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんこんにちは、長谷川れなです。ポロロ雪の妖精村大冒険の DVD が発売となりました。私が演じさせていただいたポロロはすごく好奇心旺盛でいたずらが大好き。一人きりでも間違っていない、何を反論されても自分の意見曲げたくない、それがプライド。愚かでも妥協なんかはしたくないし、好きなようにするだけだ、君を巻き込みたくなんかない、目をそらしてくれ。あなたのハートをもっきもぎ、
AKB48 チーム K のもぎちゃんこともぎしのぶです。今回の死んだえスリーアウトはユナのために書いた。え嘘だ、死んだなんて嘘、やだやだよやだ。ないんですよ。小学校の給食以来生のトマト食べてないので、ちょっと食べてみようかなって思います。あ、ばばばばば、すごい。むずむずふわふわふわ。もうすごい青いです。もうあれが青い。こんなんなんですね、トマトの中身って。もう一度やろう。NGT48 のノイピーこと山田ノイです。今回は彼女感をテーマにしました。彼氏が熱を出した時のお見舞いに行く彼女。ピンポーン、ガチャ。チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、後藤萌です。私は小学6年生の頃から、8月、2019年の8月頃まで AKB48 に約6年間所属させていただいて、そこから卒業。恋からずっと、もう気づかれないように、もう手を遅れ叫んでた愛は泣き、ブラビュー
さ、キャプテンリノやりてえなと思ったよ、うんうん、あーね、いいね。진짜 하이톤 날 것 같아.